113から、県道を入ってきて、あと、3キロほどで奈良家宿、宿かもしれない。そしてですね、あと1キロほどで宇州街道が右から山越えてやってきます。12かなんかの、まあ、普通の除夜だったら通れる道かもしれないけど、自分は別な道で来たわけです。その宇州街道はずっと行ったら福島の方へ行くことになります。白石とかその中間の桑折っていうところで分岐してます。奥州街道からですね。そしてまもなく右の谷から道が出てきます。奥州街道が、あ、はい、すぐ右ですね。あ、それなりの川が出てくるんですね。あ、今だ、あ、違う、今は集落の道、あ、はい、奥州街道の案内がありました。あ、どっちも、あ、違うか、向こうからあれだ、県道、奥州街道の県道が13だってことですね。金山峠ってなってました。そしてうわ、山が白い、蔵王とかそっち方面の山かなと思うけど、マタギ料理、探してますね。